アーレンさん、アーレンさん、はいはい、大手さんって1日何してるんですかっていう質問があったので、アーレンさんの1日のスケジュールを教えてもらってもいいですか？スケジュール、あー、用意してきましたよ、こちらです。ダーン。あ、6時50分に起きるんですね。早っ。そうなんですよ、やっぱ7時から朝枠を大体やってるんで、10分前とか5分前とかに起きることが多いですね。あ、めちゃめちゃ規則正しいですね。いや、全然無理やり無理クソ起きてる。めちゃめちゃ眠い。頭回んなくないですか、起きてすぐって。いや、回んないし、めっちゃ夜型なんですよ、もともと。朝起きるの苦痛で苦痛でしょうがなかったんですけど、4年ぐらい続いてますね、朝。あ、もうプロだ。すごい。朝枠が終わって、そう、アニメとか見ながら、アニメ見ながらエゴサしながら飯を食うっていう三刀流で大体過ごすんすけど、まあマルチタスク全然できないんで、大体2つタスク止まりながら1個しかやってないですね。飯食ってる時は飯だし、エゴサし始めたらもう何も手につかないです。アニメ最近何ハマってるんですか？アニメは最近あのすげえ古いアニメを見返してて、ワンピース1話から見始めたりとか今でも450話ぐらいまで来たんですよ。結構いってる。インテルダウン終わったぐらいまで来てて、すごいなんかターニングポイントみたいなとこですね。なんかもうちょっとでエースにたどり着くぐらいのとこ、めっちゃいいところ。あとはあの直撃の相馬にハマってます。またちょっと前のやつですね。ちょっと前。飯作るのが好きなんで、結構なんか料理アニメとか見るの好きですね。ちょこちょこツイッター流れてくるの見るかも。ご飯作ってるの大体写真俺があげたかと思ったら大体ご飯だから歌い手って顔とかあげるんじゃないのって思うけど、大体飯しかあげないから俺2020年ぐらいの俺のインスタとか飯しか上げてなくて料理研究家のインスタグラムみたいになっちゃってたもん。でもなんかいいですね、やっぱキャラ立ちというか、すごいさすが。いやいやいや、なんか無理やり褒めなくていいで、で次仮眠して、さすがに眠いからちょっと仮眠して、休まないとですよね、さすがに。これあの外になんか打ち合わせとかある日はもう仮眠せずにそのまま行くんですけど、そうじゃない時に限ってはもうここで寝させてもらってますね、大体。なるほど。飯食ってエゴさしてアニメ見ながら寝落ちるって感じです。いや、もうすでに結構ハードっすね。だってこれ外のスケジュールある日はこれ寝れないってことですもんね。帰宅の時間に変わりますね、ここが。なるほど。でこの日はその後ジムか作業。そう、体を動かす時間がある例えばジム行って体動かして、もうなんかマジ忙しいみたいな時はもう永遠に作業して、日中これ見る感じずっと作業って感じですもんね。ずっと作業。もう昼飯とかもお茶漬けとか。あー、確かに書いてないかも、昼飯。どうしても腹減って昼飯の存在を思い出した時だけパソコンの前で食べれる何か丼みたいなのを作って食べながらやるみたいな。そうじゃなかったらもう大抵夕飯まで忘れてて、すごいな。配信の前まで焦って、あ、やべやべやべっつって食べ始めることが多いですね、飯は。体壊さないでくださいね。みんなに言われるんだよな。本当に心配これで。夜がまた配信、1日に配信2回やるんですね。そうですね、19時からだいたい2時間ぐらいで終わろう終わろうっていう気持ちで始めるんですけど、ゲームとかやってるとやっぱ楽しくなっちゃって、配信すげえ好きなんですよ。だから1日オフの日とかはお昼ぐらいから夜枠までつなげて12時間とか10時間とか配信しちゃって、ちょっと引くのやめろって。体力えぐくないですか？だって疲れるんだけど、リスナーさんと交流しながらゲームやったり喋ったりっていう時間は結構あっという間に時間が溶けちゃって、配信中は疲れを感じない、終わった後ちゃんと疲れが来る。体は正直すごいですね。あとエゴサタイムめっちゃ各所に散りばめられてますね。作業してる時もなんかたまにこうよそ見してエゴサする時もあるんですけど、大体飯食ってる時とかアニメ見てる時とか風呂入ってる時とか寝る前とかは大体エゴサっていうか DM 読んだりとかポスト見たりとか。活動者さんのそのエゴサとかって自分の名前で検索するんですか？いや、自分の専用のタグで見たりとか、あとはなんか千夜化って呼ばれる謎文化があるんですけど謎文化謎文化も俺もよく分かってないが、謎文化があってその子と俺だけの空間にしてもう閉じこもって、もうアカウントでひたすらこう俺に対するなんかつぶやきをしてくれてるっていう、それを専用のこうリストを作ってて、だいたいリスト監視と DM とハッシュタグエゴサ、主にその3つをやる感じですかね。深夜0時から3時でお風呂、アニメ、エゴサ。そう、風呂に入る元気があれば風呂に入って、なければもうアニメをぼーっと見ながら海外のクソゲーみたいなモバゲーをやりつつ広告になってるやつやってます、もしかして。そう、あのなんかね、広告最近ハマってることが一個あって、はい、あのなんか広告ちょいちょい入るじゃないですか、いろんなもの見てると。ありますね。広告になって
ってるやつにぶつかったら絶対にその広告のゲームはダウンロードするって決めてて何のタスクなんすかそれ最近ちょっとそれにハマってるんですよね。友達とかにも意味がわからないって言われてクソゲーでも一回入れてみるっていう。ちょっとやってみようかなそれ。絶対やんなくていい3時半に予約出資。いやマジ寝る、なんだろう、朝起きる時間に対しての寝る時間めっちゃ遅いっすよね。でもいや3時半に寝れたらいいんですけど、これはうまくいった時で、うまくいった時、そううまくいった時なんですよこれは。なんか俺布団に入ってから1日の整理と次の日にやることを頭の中で考え始めるんですよね。いややりますねそれは。やるよね。やるでしょ。それをやり始めると30分1時間、はい、1時間半経ってて、そこまでではなかったかもしれない仙人の瞑想みたいになっちゃってるんだけど。いや瞑想っすよマジでそれあーし今日これやったな、これだからそこまでやんないか、明日あれ返信しなきゃなとか、こういろいろ頭で組み立ててるとだいたい1時間ぐらい経ってて、それで寝落ちられればまあ3時半とか4時には寝れて、そこからなんかあの深夜良くないスパイラル入ってちょっと闇気入るとまずい、闇気入るともうやばくて朝5時ぐらいまでちょっと病んで、やべえ朝く朝くって言いながら強制的に寝るみたいな。なんかあれですね、相手も YouTuber も、まあ、好きなことで生きていくみたいな風に言われたりしますけど、全然ハードっすねマジ。いやもう歌い手になりたい若者たちに言うけど、俺は稀だぞ参考例としては稀、確かにこれ稀な例だからな、あの君たち絶望覚えなくていいぞ、稀だからこれそう、はい、ちょっと仕事詰め込まないと死ぬ症候群にかかってるから、もっと規則正しい生活をしてくれ。じゃあいろんなスタイルがあるよっていう感じですね。いろんなスタイルがあるけどこれこなしたらじゃあアルンさんみたいになれるかもしれないってことですよね。いやもう、ね、俺みたいなのは量産しない方がいいからね本当に体壊すからね、ダメだよ注意喚起として出してほしい。もうテロプレ出しときますね。サムネは閲覧注意で閲覧注意しときますね